香川オリーブガイナーズ時代、星野雄大は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち、実定は同じく元プロ野球選手の星野大地。岡山市立平福小学校3年生の時に、ソフトボールを始める。当初から保守。岡山市立福浜中学校に進学後、軟式野球へ転校。保守としてプレーする。岡山東商業校時代は、 一年次の秋からベンチ入り。三年次の春に4番、手として第78回選抜高等学校野球大会に出場。初戦で新法に敗れたものの強権手としてプロから注目を浴びる。高校卒業後、社会人野球の日産自動車九州に入団。二年目の2008年秋にレギュラーになりも、三年目にチームが休部。 当時は工場で発注や管理等についていた。その後、白はビクトリーズへ移籍。移籍1年目となる2010年はパチンコホールの仕事をしながら野球に打ち込み、正保守となる。同年の第81回都市対抗野球大会では、1回戦のカズサマジック戦で本塁打も放った。第37回社会人野球日本選手権大会では、 一回戦の JX エネオス戦でスタメン出場するも投手陣をリードしきれず1から10で大敗。2011年はチームは第82回都市対抗野球大会に出場するも自身は代打のみの出場に終わった。日産自動車九州時代からのチームメイトに7条、勇気がいる。2011年のドラフト会議でソフトバンクが育成枠での指名を検討するが、 日本野球連盟から社会人選手の育成枠指名は技術向上、社会教育という育成制度の理念に反すると難色を示されたため獲得を断念される。上記の指名回避もあり、この1年でプロへの勝負をかけたいという思いから白はビクトリーズを対談、独立リーグ、四国アイランドリーグプラスのトライアウトを受験し合格。 2011年12月16日に、香川オリーブガイナーズ入団が発表され、背番号は22に決まった。入団1年目ながら、投手とコミュニケーションをしっかりとって良さを引き出すリードで、優勝に貢献。チームメイトには、水口大地やアレッサンドロ・マエストリがいた。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議では、4球団から調査書が届く中、 東京ヤクルトスワローズから5位指名を受け、契約金2000万円、年俸800万円で仮契約した。2015年4月21日にヤクルト入団後初めて一軍登録されたが、出場のないまま4月24日に登録抹消された。同年8月5日に再度登録されるも、試合出場なく2日後の8月7日に抹消。2017年4月12日、 二年ぶりに一軍登録されたが、今回も出場がなく4月28日に登録抹消された。6月17日に自身4度目の出場選手登録がされると、6月18日にプロ初出場を果たす。女子ルーキーの球を受け、西川春樹に二塁打を打たれたが、一イニングを無失点に抑える、高リードを見せた。10月3日に球団から戦力外通告を受けた。 弟の星野大地も同じ日に戦力外通告を受けている。2018年からヤクルトのブルペン保守に転向した。遠投110メートルの地形の強さを生かした二塁到達1.8秒台の正確性高い早球が武器の強権保守打撃では壺にはまった時の長打力が魅力だが、ムラがある。本人も自覚している通り、足は遅い。 物おじしない強気な性格で、ポジティブで、勝負強い。弟の大地とは、ガイナーッツ時代の2012年5月6日に、サヌキシシドで行われたソフトバンク戦で、兄弟対決が実現した。結果は、ライトフライに終わったが、雄大自身はプロでバッテリーを組むことを希望している。ありがとうございます。